紅白歌合戦で最も株を上げたのは、彼女ではないでしょうか。スポーツ史記者、昨年末の紅白歌合戦で堂々たる司会ぶりを見せたのは、女優、橋本環奈、24、だ、NHK 関係者が言う。白組司会、大泉洋が繰り出すアドリブも巧みにさばきながら、的確に進行していた。ノーミスで4時間半の長丁場を乗り切りました。 大泉洋が繰り出すアドリブも巧みにさばきながら、的確に進行していた。ノーミスで4時間半の長丁場を乗り切りました。鼻をほじるシーンも躊躇なく披露。橋本は1999年、福岡県生まれ。2007年から地元の事務所に所属し、ご当地アイドルとして活動していた。彼女の運命を変えたのが、1枚の写真だ。13年頃、 ファンが撮影し、ネットに出回った写真が奇跡の一枚と呼ばれ、知名度が急上昇。本人は、未だにあの写真の良さがわからない。1ミリもと言いますが、ここからシンデレラストーリーが始まります。角川の幹部が、映画を撮りたい、とオファー。16年に映画、セーラー服と機関銃卒業で初主演を果たし、 日本アカデミー賞新人俳優賞も受賞しました。映画関係者、翌17年には映画、銀婚に出演。白目を向いて鼻をほじるシーンなども躊躇なく披露し、話題を呼んだ。19年公開の映画、午前0時、キス氏に来てよ、の新庄武彦監督が明かす。花もあるし、コメディエンヌとしての才能があると思いました。 さらに言えば、真面目に見せる場面との切り替えもうまい。紅白でも現れていましたが、クレバーなんだと思います。撮影に入って数日で求められる芝居のテンションをパッと把握できていた。彼女が転んで主人公の男の子にパンツを見られるというシーンもありましたが、どうやったら面白くなるかを一緒に考えてくれました。笑い。とにかく現場での対応力が高いし、 身体は小さいのにパワーがすごいんです。シンデレラストーリーが始まります。角川の幹部が映画を撮りたいとオファー。16年に映画セーラー服と機関銃卒業で初主演を果たし、日本アカデミー賞新人俳優賞も受賞しました。映画関係者、翌17年には映画銀魂に出演。 白目を向いて鼻をほじるシーンなども躊躇なく披露し、話題を呼んだ。19年公開の映画、午前0時、キス氏に来てよ、の新庄武彦監督が明かす。花もあるし、コメディエンヌとしての才能があると思いました。さらに言えば、真面目に見せる場面との切り替えもうまい。紅白でも現れていましたが、クレバーなんだと思います。撮影に入って数日で。 求められる芝居のテンションをパッと把握できていた。彼女が転んで主人公の男の子にパンツを見られるというシーンもありましたが、どうやったら面白くなるかを一緒に考えてくれました。笑い。とにかく現場での対応力が高いし、身体は小さいのにパワーがすごいんです。2巻までは9巻に、というほど、大のお酒好き、可憐な見た目とは裏腹の振り切った演技。だが、 意外なのは、それだけではない。プライベートでの彼女は、もっと豪快なのだ。21年に出演したバラエティ番組では、こう語っている。前までは、外に飲みに行っていたのが、コロナ禍で、週7日のみです。事務所関係者の証言。橋本は、2巻までは休館日、というほど、大のお酒好き。ビール、芋焼酎、 日本酒店店何でも飲むし、強い。自宅にはビールサーバーも設置している。当然ビールは箱買いで、2箱ほどまとめて買うそうです。資産700億円超とされる有名実業家とも、飲み仲間と報じられてきた。優先の宇野康秀会長です。橋本の所属事務所は宇野市の会社が出資し、彼も取締役に名を連ねている。 それで関係が取り沙汰されたのでしょう。同然、インタビューなどで、自らを、おっさん女子、と語る橋本。酒に加えて、麻雀も大好きなんだとか。銀玉シリで共演した小栗旬から麻雀を教わったそうで、仲間とタクを囲んだりしています。同然、そして、飲む、打つ、とくれば点々買う。 推定3億円の高級マンションをお金の使い方も太っ腹です。事務所の後輩、いで紙みが上京した際は何か足りないものあると聞いて高価な空気清浄機など家電をいくつもプレゼントしていました。20年には21歳にして推定3億円の高級マンションを1億円のローンを組んで購入しています。当然。 橋本の事務所に事実確認を求めたところ、社長名で以下のように回答があった。本人は飲酒も節度を持ってたしなんでます。紅白に際しても同様です。橋本環奈が宇の氏と会食やお目にかかる際は必ず私、マネージャー、宇の氏の秘書の計5名で席を共にします。昨年カンナが宇の氏と席を共にしたのは1回です。 共演者の方で麻雀をたしなむ方が多くお付き合いの幅が広がればと覚えたのがきっかけです。共演者の方や我々スタッフともたまに囲んだりしてました。ただ昨年は忙しく頻度はかなり少なくなってます。橋本カンナは奇跡の可愛いおっさんだった。